なんかよくわかんねえけど、生徒会長ゲットだぜ。ポケモンみたいに言うなよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで Y サークルに向かいたいんやけど、ここから結構近い感じか。この奥に入っていく。じゃあ君、同盟組む。スポーツチャンバラ部と同盟が組みたいのか君。もうなんか役立ちそうじゃない？先頭に。スポーツチャンバラ部。はい。ワイドロップを2個渡した。おや！どうやら本気らしいな。いいだろ。僕たちで同盟を組むとしよう。スポーツチャンバラ部と同盟を結びました。じゃあこれからよろしく頼むよ。どこなの？あ、なんか、もう1個向こう側に入る道があるんか？ここか。邪魔だな、君たち。道が見えなかったじゃないか。これか。Y サークル。なんかここにもいるんだけど。え？世界のチーズ同好会の部長は私ですが、同盟のお誘いですか？青カビ丹の。青カビ。お、はい。同盟結びます。ワイドロップを1個渡した。よくってよ。まあ嬉しい。いいですよ。これで同盟成立ですね。世界のチーズ同好会と同盟を結びました。なんか意外と建物小さいんやけど。ここにはまだ入れないようだ。あ、ここでもしかして、行ける感じ。あ、びっくりした。Y サークルの謎を調査せよ。学園の建設中に突如現れた謎の建造物 Y サークル。取り壊そうとしても未知の素材で作られていて、傷一つつけることができなかったらしい。Y サークルを調査し、学園最大級の謎を解明しよう。P800 装甲ユニット。何それ。防具？強そう。なんとなく。はい、このミッションに挑戦します。え、なんか入ったやん、普通に。これが Y サークルか。え、めっちゃ普通に入ったやん。なんかすげえところだな。何？なんかワクワクのような、ドキドキのような。音量が出るかもしれねえ。頑張っていこう。油断は禁物だぜ。油断せずに先に進んでみようよ。なんやかんやありましてって感じ？入ったの。ミッションスタート。いるよいるよ。ゲラゲラヘビ。笑ってんじゃねえよ。あ、なんかでかいの来た、でかいの来た。どうっと。これは来たよ、来たよ。ほら。すごいんや。奇跡の流れは君の動きだ。あれか、気をつくれ。なんか他のやつ、びっくりした。敵と思った。花子さん、一応狂乱の花子さんのメダルをね、あの吹雪ちゃんにセットしたんよね。なんか前回まで敵やったけん、すごいびっくりした。今ここから入れんの？もしかしてそういうことか。お、なんか扉があるぞ。じゃなかったらね、なんやかんやありまして開きましたじゃいかんよね。これどうやったら開くのかしら。ここまでは入ってこれるということか。ねえ、ちょっと見て、これ何かな。何かはめる感じ。七つのへこみ。そうか、チンペイくん。ドラゴンボール的な。七不思議を解決した後に手に入れたメダルをはめてみようよ。ほう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 。はあ、でもこれってウォッチに入れるメダルだろ。いやでもほら、とにかくやってみてもそうはないよ。サイズなのでは。それもそうだな。よし、やってみっか。じゃあ学園の七不思議をクリアせんかったら絶対にここには入れんわけや。ナイス、マタロウくん。すげえ、本当に開いたぞ。これで入れるんやね。やった、そうじゃないかと思ったんだ。30年以上もかけて調査してたのに。ここ早速中に入ってみようぜ。調査は1年以上くらい。ワイの力を持つ者たち、よくぞここまでたどり着いた。すべてを託すに値するの。何、周囲を警戒しろ。お前たちの力試させてもらう。なんか今ブーンって音が聞こえたような気がした。なんだこの変な声。なんもおらんくね。おーっと、すべての敵を倒そう。なんか出た。待って待って、なんか変身しとく。やめてよ。やめてよ、変身中に殴るの。
これで一掃していこう。イエーイ、ね、多いって。あ、ありがとう、もうすでにいっぱい倒してくれてる。何を飲んじる。イエーイ、止まった。この子ちゃん上発展、ここ一文字切れ。敵なんだか、どうなんだかよくわからない。お、あっという間や、やったね。ちょ待って、せめて武器は拾わせて。変な声のやつ、変な声のやつ、見事。あ、満タンやん。何、何言ってんのかわかんないね。これ何、なんか目のマークみたいな、さっきまでなかったよね。もう聞こえなくなっちゃった。消えたよ。何今の。Y サークルの謎を調査せよ。え、クリアしたんこれ。てか、ここまで建物。え、びっくり。ああ、びっくりした。一体何だったんだろう。さっきのやつが何言ったんだったか全然わからんねえけど。ふむ。何か試練のようなものだったのかもしれないね。え、認められたの。よくわかんねえけど、とりあえず勝ったし、いいんじゃね。その後の言葉は。あ、なんか光り出した。あんたら、なかなかやるじゃないか。誰だ。声が可愛いけど。なになに、太陽の光みたい。え、可愛い。ゴロミ、なに、女の子。尻尾でなんか持っとる。なんだお前は。あたいは妖怪ゴロミちゃんよ。可愛い。よーく覚えておきな。なに、懐中電灯それ。妖怪怨霊ではないのか。まあ、ああ、そっか、妖怪、怨霊、違うのか。やれやれ、何も分かってねえな。いいか、怨霊と妖怪は似ているようで全然違う。ただ区別がつかない。怨霊は人間や物から生まれた強い思念が具現化して生まれた存在。実はとても不安定な存在で、思念の願いを果たせば成仏して消える。妖怪は違うんか。ジバニャンは成仏して消えんもんね。一方妖怪は怨霊が安定化して独自のアイデンティティを持った存在。妖怪は怨霊が一つ先のステージに進んだ、いわゆるワンランク上の存在といえる。ワンランク上の存在。怨霊ってなんか人のこと恨んでそうな感じやもんね、名前からしても。名前っていうか漢字からしても。これでわかったかい、ワンランク上の値の価値が。それでそのワンランク上のお前がなんでこんなところにいんだよ。うん、ここに封印されとったんか。あれ、記憶喪失ですか。思い出せない。確かなんか偉い人に頼まれたような気がするんだけど。さっきの声の主やないん違う。なんかメラみたいな髪の毛やけど。よくないやろ。とにかくお前たちの冒険についていかなきゃいけない気がする。じゃあさっきの声の主は多分悪いやつではないということか。味方側だからついていってやるよ。せいぜい喜びな。おお、よくわかんねえけどラッキー。仲間が増えたということで謎はこれで終わりなのかな。出てきたのは威張ったうさんくさい黄色い猫だけか。はぁ、てめえ殺すぞ。口が悪いよ、ゴロミちゃん。なんかいっぱい出てきたよ。敵。え、今度は何？なんかこの子たちプニプニで見たことある。妖怪プニプニで見たことある。さっきの続きをやろうったのか。なんか Y 学園との連動イベントみたいなので。いや違う。こいつら妖怪でも怨霊でもない。え、じゃあ何？じゃあ何なんだよ。なんだかすごく嫌な感じがする。何？なるほど。新たなる敵というと。妖怪でも怨霊でもないってなんだ、人間。おいお前、あたいのメダルを使いな。あいつらをやっつけるよ。とりあえず友達としてメダル召喚するんかな。ゴロミを手に入れた。わかった、来いゴロミ、変身。今ジンペイあれなんやね、ブラックキャメラかなんか装備しとんやね、メダル。え、変身するん。え、ベニマルはかわいい。なにこれ、すごい、ワイルドボーイ。え、ジンペイは何に変身してもいいな、キャラが。
ミッションスタート、超かっこいいやん。技行くしかないけど。ワイルドアップ、ユーたちのミーの標的になる。ちょっと待って、調子に乗りました。はい、うっと、なんか後ろ向いて飛ぶ、めっちゃベイビー、なにそれ、かっこいい。超かっこいいやん。全然マタロウ君のコメントなんか見てなかったわ、私。ワイルドアクト、へえ、いい飛び道具、いいっすね。ちょ、これ落ちたりしてない？大丈夫？カモンベイビー、かっこいい。いいわ。え、てか味方どこ行った？なんか私しかおらんねーけど。怖いよ。ナナナナナって言いながら近づいてきよる。なんかイエーイ、イエーイじゃなかった、ベイビー。なに？技が出ない。ちょ、待って。ワイルドアクト、持ち忘れた。いいね、一方向だけじゃなくて、なんか何個か弾が。ヘイヘイ、ベイビー、かっこいいぞ。超絶かっこいいぞ。ワイルドアクト、待って、今出たの弾見えんかったけど。ビッヘイヘイ、ビクトリーだぜ。トーヤのガンマン、イカスー。いいっすね、いいっすね。アイテムは何もしてないの。こっちの体力全然減ってないやん。イエー、強い。え、ごらん、あ、終わったん。え、みんなはね、みんないなくなったんですけど。え、変身の選択肢が増えるってことか。私そういう使い分けみたいなの苦手ないよね。大したことなかったな。途中で切り替えれたりとかするんかな。すげえ。戦闘中に切り替えれたら一番いいけどね。これが兄貴の新フォームか。そっか、兄貴とか呼ばれよったっけ。ちょっと久々で忘れてたわ。一時はどうなることかと思ったよ。でもこれでなんとかな。一人に二つのキャラクターつけるんなら、マタロウくん変身させてあげればよかったのに、また増えたんですけど、なんか。また増えてる。え？おい、見ろ。何？なんだか様子が変だぞ。どういうこと？合体して一つになるとかさ。ぽくないぽくない。でかくなるんや。学校が Y の出番ですか？うわぁ。何これ、ターミネーターか何か。違う、エイリアン的な。あれか、妖怪でも怨霊でもないエイリアンか。合体しちゃったー。言うてそんなにでかくないな。花子さんぐらいの大きさ。これは少しばかり骨が折れそうだぜ。かっこいいな。何にしてもやるしかねえ。かっこいいな。お前ら気合い入れろ。頑張ろう。君に指図される筋合いはない。だが同感だね。絶対に負けないんだから。みんな来るよ。うわ、迫ってくる。ん、なんだ、外の様子になったんだけど。ここが Y サークルですか。あれが生徒会の面々ね、うん、お前たちはここで待て。ここからは私一人で行く。助けに来てくれる、もしかして。会長、危険です。有事に備え、せめて護衛を。今日のところは私だけでいい。お前の力が必要なときはこちらから呼ぶ。もうあれか、一回開けたら他の人もどんどん入ってくれる感じ。みんなも勝手な真似は控えてくれ。私の指示を絶対に厳守するように頼むぞ。危険なのは分かっている。間違いなくこの件は奴らが関わっているのだからな。何、奴らって。だとすれば生徒会メンバーを連れていくわけにもいくまい。ここは何かこの学園の秘密を知っているような。お前たちは普段通り自分たちのやるべきことを進めてくれ。あの女の子の髪色いいな、かわいい。わかりました。会長もお気をつけて。え、なんか思っとった髪型と違うんやけど、どういう感じ。なんか正面から見たら髪短く見えるけど、後ろくくっとるよね、あれ。不思議な髪型だな。え、何、なんか霧隠れランと動かすようになったんやけど。やはり奴らが絡んでいたか。どういうこと。今時期エイリアンどもが。え、なんか排除する。なんかちょ、武器、武器ね、この武器あれなんやけど、指示棒なんやけど、ありえんかない。どんな武器なん、ちょっとダサ。超絶ダサ。やっぱエイリアンなんやね、これは。あ、てか入り口にもこいつらが。結構強いね。え、レベル100、すごい。さっさと片付けるぞ。当然だ。レベル100やって。
きなんだ。で、こうやって動かせよるってことは、やっぱり味方側、一緒に協力して戦ってくれるってことかな。なかなかに手強いボーイだぜ。ここに合流するってことやろ、今から。さっきの雑魚とは大違いだ。これってピンチ、もしかしてこのままやられちゃう。てかレベルって100でカンスト？落ち着いて、諦めちゃダメ。それともまだ先があるのかな、レベル。こんな時いきなりカンストレベルのキャラクターが現れんよね。強力な助っ人ヒーローが登場する激アツシチュエーションなのに。強力な助っ人ヒーローやね。もういいね、激アツやね、確かに。無様だな、YSP クラブ。お前たちの力はその程度か。何それ、何のパワー。なんか A って書いてないけど。生徒会長？もしかして変身できたりする？この日をどれだけ待ったことか。忌まわしきエイリアンを撃つためにその力を利用させてもらう。今こそエイリアンウォッチの力を見せてやろう。何エイリアンウォッチって。変身。 YSP ウォッチとはまた違うもの。エイリアンミッシャー。ここは何、対音量じゃなくて対エイリアン用のウォッチってこと？ミストシャドウ、名前はかっこいいな。ただやっぱ見た目は人兵に負けるんよね。ビッグブラック。よし、何、私が動かすのはミストシャドウなのね。どうだ、頑張るけど技1個しかないんかーい。何これ、2位を忘れるなよ。あ、やっぱあれ、混ぜてもらうぜベイビー。なんか名前がさ、キリングクレラントで忍者みたいって言ったけど、これ手裏剣じゃない？ほら、シュ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 、ちょっダークブーメラン、ブーメランかい。違った。なんか剣みたいな、二刀流、鎌か、鎌切りみたいな感じ。なんか肘の部分に鎌がついてるよね。すごいな。で、体力は、あ、なるほど。お、なんかすごい削れよりやん、やば。あっという間にやっつけれそう。あ、ダークブーメラン。てかさ、あれやない、あっち誰やったっけ、名前ちょっと忘れてしまったけど。あっち体力の表示がないんやけどさ、味方側。っていうことは、あの子は死ぬことはないということ。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん、死ぬことのない味方が追ってくれるってすごい強力。あっという間にやっつけられそう。ダークブーメラン、何今聞いてなくない？びっくりした、なんかと思った。あ、今のこのタイミングで残しておけばよかったよ。うん、すごい。ちょっと早くはまって、あ、やっつけた。レベル102にアップしたよ。やっぱあれなんや、レベル100以上あるんやね。じゃあ200くらいまであるんかな。ビクトリーだぞ。ミッションクリア。お、凶暴エレガントレイピアゲット。絶対強いやんそれね、絶対強いやん。突風かまいたちをゲット。あ、それがあれか、ここの武器か。武器ゲットしたってことは、これから操作できるようになるのか、ちょっと。いいね。ってことは、もう確実に操作というか、メインキャラに攻撃しか。へっへん、見たか、俺の新フォーム。すごかった。すごいね、なんか超かっこよかったよ。かっこいい展開が2つも。生徒会長、助けてくれてありがとうございました。え、じゃあもうこれで Y サークルの謎は解けたということ？まるで危機感が足りている。あの謎の人物はどうなった？敵はまだ潜んでいるかもしれんのだぞ。おい、コマが礼を言ってるのになんだよその態度は。私は事実を述べたまでだ。お前たちは鈍すぎる。でもここを組み込むとしたら誰発動？このままでは遠からず。やつ、今のエイリアンどもに殺されることになるだろう。人兵を外れんとして、エイリアンそんなにいっぱい侵略してきたもん、マジで。お前たち、この私に協力しろ。逆だよ。エイリアンどもは極めてずる賢い。
対抗するには多くの力が必要だ。対音量じゃなくて、私らまで対エイリアになっとる。そう。たとえお前たちのような未熟者の力であったとしてもな。なんなら敵はエイリアンだろ、これからの。てめえ、生徒会長だかなんだか知らねえが、あんましなめた口叩いてると。いやいや、やめとけ。まあ待てよ。わかった、お前に協力する。兄貴、さっき戦ったエイリアンがヤバいってのは俺にもなんとなくわかった。まあね、確実にめっちゃ強かったもんね。それにお前困ってんだろ。なんだと。さっきは助けてもらったし、じゃあ今度はこっちが助ける番だ。なるほどね。話を聞いてなかったか。今は猫の手も借りたい状況なだけだ。お前たちのような猫の手でもな。実際猫だけどね。じゃあ次は犬の手を探さないとな。とにかく交渉は成立したと理解する。なんか絡みづらそうやね。霧が。ああ、俺はジバジン。何？なんだあれは。隕石？ん？ UFO？ じゃない？まさか UFO？ よね。嘘でしょ。こういう UFO 見たらうるせえやつが思い出すげえ光ってるけど、大丈夫なのかあれ。いかん、お前たち逃げろ。吸い込まれる。盾となるエイリアンウォッチ。全然守られてないやん、自分しか。くそ、完全にエイリアンどもにしてやられたか。こっちには何か関係あった今の。あれ、僕たちは一体。え、記憶がなくなった。お、生徒会長じゃん。おい、こんなところで何してんだ。やっぱりやん、守られてないやん。ていうか私たちなんでこんなところにいるのかしら。じゃあこの子は誰ってなるんじゃない、黄色いの。いや、俺もさっぱり。なんか大事なことを忘れているような。命を奪わずに記憶を消すだけにとどめた。じゃあさっきの交渉はなかったことになるんだ。我々などその気になればいつでも処理できるという意思表示か、それとも何かこの学園にあいつらにとって生かしておきたい理由でもあるのか。おい、お前たち。なんかあれか。ここから私はお前たちと行動を共にする。え、それはつまり生徒会長は俺たちの仲間になるってことだな。急激すぎるね、展開が。こっちからしたら記憶なくしとるし。そういうことになるな。え、どういうこと、何が起こってるの。あ、せっかくのかっこいい展開をマタロウくん忘れてしまったんやね。なんかよくわかんねえけど、生徒会長ゲットだぜ。ポケモンみたいに言うなよ。霧隠れランとか仲間になった。生徒会の求人簿をどう手に入れた。持っている生徒会はどうセットしよう。え、勝手に生徒会のメンバー入れるの。え、いるのに、ね、今現在。お前たちは一人残らず一掃する。急激に中二病みたいに思われるよ、記憶ないんやし。だ、お、薄見沢先生や。はい、よろしいです。